ははいこんにちは長田で iPod Touch 新しいのが発表というところでね、まあもうご存知だと思いますけども、もうすでに予約できるんでしょうん。そうね、このタイミングで出してきてっていうところです。で、256GB が新しく変わってんのか。 今までのこの要領からすると4年ぶり4年ぶりなんだ俺もね iPodTouch 持ってたのねだいぶ昔よね多分この YouTube やってない時なんじゃないかな俺がね俺が YouTube をやってない時なんじゃないかしらね俺持ってたのってとっくに手放しちゃってる <laughs> あのもう多分最新の OS 乗らないぐらいのものなんじゃないかなっていうふうに思いますけどまああの懐かしいデザインですねあの見た瞬間にあ懐かしいやっていうふうに思いましたよで価格がまあ安めに設定されているってところが今回のミソかなっていうふうに思うんですけど一番のね そこに続いてまあそのもちろんこの新しくね第7世代で出してきてるわけですから処理能力とかそういうところがアップしてるっていう感じですけど一番安くて2万1800円32ギガなんでねうんなるほどねいいとこついてくんねで256で4万3800円かこれさすがにあんま選ぶ人いなそうな気がするんですけど ままあまあでもそうねそのアップル製品の中で言うとめちゃめちちゃゃ安いんですよねアップル製品の中で言うとあの他のメーカーとの同じようなものと並べた時にはやっぱアップル製品高いよねっていうふうに思えるんですけどまあこの <laughs> そうねアップルのサービスを手軽に楽しむっていうことになると最低価格が2万円ちょっとでできちゃうっていうまあそこが。 このアップルの狙いなのかなっていうふうに思いますけど来週が WWDC かっていうところでまあおそらく WWDC では新しい iOS であったりとかそこら辺のその OS 界隈のこともそうですけどまああとは新しい、えー、iMac とか iMac Pro とか Mac Pro か。 mac pro とかそこら辺も発表されるんじゃないかってまあ、パソコンも含めて発表されるんじゃないかでプラスすっげえ可能性低いところとしてまあ iPhone の SE2 か、まあ、名前はねそあのあ全然違うとは思いますけど小型の iPhone が発表されるんじゃないかみたいな予想がバーッと今出てますけどまああのパソコン系はね出てくるでしょっていうとことを考えると そこらひっくるめて考えるとまあ WWDC では、まあ、やっぱりあのー、昇進もう本筋ですよね本当のアップルの本筋を発表する場なんでファンもそこはもうガチファンとかが注目してるってことで出てくる製品の価格とかあのクオリティとかっていうのもめちゃめちゃそのプレミアムですよ。 アップル製品の中でいうとねプレミアムなものがバーって出てくるっていうところまあそれとは多分ちょっと話したかったっていうところでのこのタイミングでしょうねうんまあちょっとね今も言いましたけど超手軽にあのこのアップルが提供してるサービス楽しめるよっていうまあ意味がこもっているというかそこを狙ってる まあ今回のこの安い iPod touch なのかなっていうふうに俺は捉えてます。まあこれからさ、そのなんだ、アーケードとかさ、そのゲーム、ゲームがパッケージングされたやつ、KDDI のスマートパスみたいなやつとか、あのー、雑誌読み放題的なやつとかさ、動画、動画がいっぱいね。 あのアップルが資本でいろんなどネットフリックスみたいにネットフリックスにあの完全対抗意識にメラメラしてるやつとかっていうのがこれからどんどん始まっていく予定なわけじゃないですかだかそれを2万円ちょっと出せば楽しめますよっていうところだと思いますそこに足を踏み入れることができますよというものだと思うんですよね個人的にはね個人的にはっていうかもうすでにアップル製品まあアップル製品っていうか iOS 製品かその iPhone はもちろんそうだしまああとはタブレットねだったりとかすでに持ってる人が結構もうこのチャンネルは特にそうですけどいっぱいいると思うんでそういう人たちをがんはそういう人たちに対しては別にどうでもいいんだよねもともと。だからそういう人たちの子供とかまあこれあんまりそのアップル製品触ってきてない人とかっていう人たちに向けてあのこ この2万円ちょっと払うことによってあのエンターテインメントアップルの提供するエンターテインメントの,あの世界が広がりますっていうような <laughs> あのすごく下手な言葉を並べて夢のあるようなことを言おうとしてるところのこのね <laughs> だそんなようなものだと思うんですよこれあのこの iPodTouch はね、うん、だって別に欲しいと思わないでしょ うん、俺自身は別に欲しいいと思いませんあのしっかりとなんかこう何て言うんですかねえー、なんかこの YouTube で新製品を紹介していくぞっていうしていかなきゃいけないみたいなそういう人たちは多分お買い上げになるんだと思いますけどなってねあの商品紹介すると思いますけど俺は買う必要ないですね。<laughs> そう,いう,ふうに思ってま、まあだって iPhone あるからさ別にいいやっていう感じはします、うん、まあ壊れかけの iPhone ですけど私が持ってるのははい壊れかけの iPhone です、はい。そんな感じですねだからあの俺はまあでも買うんだったらっていうところをまああえて考えてもまあ手は出ねえなあのカラーリングはまず俺の好きなんかこうそうでね あプロダクトレッドを今まではずっと買ってきてましたけど iPhone もそうですけどねやっぱり買ったりしてましたけどここでのこのピンクブルーっていうふうにはならないしなあのなんかライトグリーンとかなんかそういう,こうグリーン系の色があったりすると、まあ、あとイエローとかあるとちょっと惹かれたかもしれないですね。 あの綺麗なね黄色とか綺麗な緑っていうのが入ってきてたらちょっと惹かれたかもしれないうんなんか俺もねもうこの iPodTouch 触らなくなってだいぶ経つところで言うとですよ当時 iPodTouch を使ってたのはまあもうガンガンそのアンドロイド黎明期でアンドロイドが超楽しいじゃんっていう風になってた時期だったんですね。 iPhoneiPhone iPhone がそんなに好きじゃなく逆に今以上に好きじゃなかったというか今もう買っちゃって使ってますけどでこの使い始めたのもう仕事で若干義務感にも駆られててて使ってたったとこがあるんですよ、ね、やっぱりアンドロイドのメディアをやっていく上で比較したりとかしていかなきゃいけないしそういう上で新しいその対抗 されているメーカーカののものもしっかり触っていくっていうところでねやってたっていう部分もあってでその前はまあアップル製品普通に使ってはいましたけどでもそんなに例えば iPhone だったり、まあ、この iOS だったりって別に好きな部類ではなかったんでうーんってなった時まあちょっとこう触っとくかぐらいのその時まだ仕事的な義務感にも達しない以前のところだったんですけど。 そういうところでアイポートタッチとか触ってたかな買ってねうん,うんでも、まあ、その時どうしてもやっぱアンドロイドの方にすんごい引かれてた本当にそのカスタムロムとかも楽しんでたぐらいなんで超ガリガリアンドロイド使ってたんですよね自慢じゃないですけどうん結構その新しいアンドロイドを買っても古いアンドロイドも同時に楽しんでたというかそういう感じでやってた時期だったんですけど まあだから何っていうと <laughs> その話なだから何っていう感じだな俺何でこんな話したのか分かんないけどだからそこからだいぶまあその時でもなんとなくふわーっとした気持ちで買ってたんですけど今だと余計にその iPhone を持ってたりまあ iPad もあったりとかっていうこの環境の中だとまあ買う必要は全くないですよねうん。 がっちりやるというかね仕事的な義務感もあってやってる人は買うんでしょうけどうんそうですねまあ俺がその iPod たち買ったよってやったってさなんか多分グッドなんてほとんどつかないと思う <laughs> 別にそんなつかないと思うし <laughs> いやだからまあ本当あれですよ あのこの格安でその iOS ワールドを楽しめるよっていうまあそういうものだろうなというふうに思いましたね iOS ワールドへの切符をすごく価格を下げてきたと、はい、いうところじゃないですかねしっかりとだってゲームとか楽しめるその処理能力というかねそれもアップさせてきてるわけでしょ。やっぱり iOS の世界を ししっかり楽しんでほしいまあ最低限ですけどねもちろんねあのー、今の最新の iPhone とか iPadPro とかでできるようなことでこっちの iPodTouch でできないことっていうのもあるわけですから、はい、快適にねいろいろできないとかあるわけですから最低限だけどもこのやっぱ一回足を踏み入れてほしいとこの iOS の世界にね この大海原にちょっとこう踏み出してほしいと <laughs> まあ言うための製品なんだろうなというふうに思いましたで個人的にはですねあのー、まあでも今更ね例えばそのプレゼントにもあんまり使えないかなまあ子供とか子供とか本当あれだなその年取ってる人とかだな俺だったらなあのー 子子供供だったら子供でたん誕生日とか、まあ、時期全然違うけどクリスマスとかに与えるかな、うん、スマートフォンまだ嫌だなみたいな感じのやっぱりその自分のテリトリー w i f i のねその家の中とかそういう中で使安全に使ってほしいみたいな、ね、外でいろんどこ行っても通信できるみたいなものではなく。 うん、でまあと年寄りとかその年配の人に与えるっていうのはまあ我々とかがねあのその子供とか孫とかの写真をポンポン送ったりとかしていつでも見られるようにとか、まあ、あとは本当に、あのー、コミュニケーションツールとしてとか本当にその 携帯とかのボタンすらね煩わしくなってくる年だったりしますからねやっぱりタッチするだけっていうのがものすごく良くなったりしてるわけですから鍵も開けられなくなななくくくっっててるんで握力なくなって本当にそういう人たちに対してはまあ新しいことを覚えさせるっていうことで面倒くさがある人ももちろんいるんですけど俺大体知ってる人たちはちょっとでも楽しいところを見つけたりすると。 やっっぱり面白がてて食いついつきたりするしまああとそれを使って子供とか孫とかとまあ楽しくできるっていう共通のものができるっていうことにやっぱ惹かれる人が多いからんかそういう人たちに対してプレゼントをするっていうふうにはいいかもしれないですね今更例えばその自分の女とかそういうのにプレゼントとして iPod タッチみたいなのは絶対ねえなとは思うけど <laughs> それはダメだな絶対逆に惹かれるみたいなえこれって不利だよねみたいな。 あの最終的にもっとこうサプライズを用意してる段階での振りだよねみたいな <laughs> 感じに思われそうなものなんでね絶対プレゼントにはそういうそういうこうまあ同年代とかちょっと下の子たちにプレゼントには絶対使わないですけどまあ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 あの一つねいいんじゃないですかあの別に俺は買わないけどいいことではあるかなというふうに思います。iOS 機を安く楽しめるような デバイスを出してきたまあもともとあるんですけどそれを価格を下げて出してきたっていうことはいいのかなっていうふうには思います。であのー、あえてその欲しい気持ちを奮い立たせて言うのであればあのイエローとかその綺麗なグリーンとかっていうものなんかライトグリーンみたいなものがカラーバリエーションにあったらちょっと惹かれたかなというふうには思います。はいいいそんんななななな感じでです結局だなやっっぱなここぐらいの時間になっちゃうなということと また見てな。バイバイ。